は名張市観光協会と週末ガイドのコーナーです。さあ今日はゲストの方来ていただいています。一般社団法人名張市観光協会専務理事の福井さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ今日は福井さんに来ていただきましたけれども、はい、まずはですね、うん、今本当にもう新型コロナウイルスの感染が拡大しているということで、はいはい、まあちこちでこうイベントの中止だとか、うん、そういった状況があると思うんですけれども、そうですね、はい、ちょっと名張市のことについて教えていただけますか、はい、せっかくねラジオ出演やのにね楽しい話をしたらいいのに中止の話、はい、延期の話、そんなんばっかりになってか分かりません、はい、春のね、はい、観光イベント、まあ、観光とつかんでも名張の中でのイベントがね、はい、催しがたくさんあります、はい、まあ、その中でもちょっと決定をしているところ、はい、今から決定していくというようなところ、うん、はい、まあ、情報を今日はお届けしようかなというようなところです。はい、まず一番近いところでは、はい、3月1日に3月1日、はい、毎月1日は名酒で乾杯の日というのがこれ毎月やってますけどね、はい、これはもう中止せんとしゃないような状況ですね、はい、まあ、不要不急言われたらほんまにね、うん、飲むだけですからねそれだけもう皆さんいつも楽しみにされてる ね楽しいイベント、残念ですけど私も非常に楽しみなんですけども、残念ながら中止ということです、はいはい、皆さんで、ご家庭でゆっくりお楽しみいただければ、はい、春の酒いっぱい出てきましたからね、うん、そうですね、この時期やっぱりそうですよね。そうですね、はいはい、で次がちょっとね、はい、毎年期待をして皆さん来ていただいてます一の井のね、はい、極楽寺の松明長身行事、はい、東大寺2月堂まで、ヒノキの松明を、うん、来年度使う、ね、お水取りに使う松明を運んでいく、奉納していくわけですけども、うん、これは700年以上のね、はい、歴史ある行事ですので、はい、これそのものは全く影響ないわけですけども、観光協会の方でね、ちょっとハロを呼ぶ会さんのお手伝いをさせていただいてまして、はい、それの一般募集でね、一般の方々歩いて、一緒に、そうですよね、長身行事が、はい、これが一般の方の募集をしたんですけども、こんな状況ですんで、取りやめということでございます、ね、今まあ皆さんにお申し込みいただいた皆さんにご連絡して、はい、あ、そうなんですね、はい、またお金もお返しせんなんし、うん、けど行事そのものはありますんでね、あ、よかったです、3月10日は、はい、道館使いねお渡りっていうことで、いわゆるまあなんていうんですか、祈願祭のようなものですけども、うん、はい、これごまたきもやりますしね、はい、この辺のところでやはり伝統的な行事っていうのは見ていただきたい部分はありますん で、うん、そうですね、これはまあ自由参加ですので、ね、はい、どうぞ、まあ、皆さんもし参加される場合はこうマスクですとか、まあ、そういった対策を ね、 あ、そうですね、されてもちろん参加されることがいいかと思いますね、はい、まあ、700年も続く、うん、そうなんですよね、そんなのやめてられへんのね、そうですよね、もう過去にもいろんなことはあったと思いますけれども、うん、それでも続けてきた、続いてきたということですからね、はい、これはもう、やってくれるのは松明工さん、はい、一の井松明工というね、はい、工ができていますんで、うん、これをまあ支援してるのが春を呼ぶ会であり、はい、市民の皆さんということですんで、松明工さんの行事そのものは何もなくなるわけがないんですね、はい、勘違いせんといていただきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます、はい、それから3月の28日から、ね、はい、2週間、はい、4月の12日まで、はい、これは亀自然歴史博物館って聞いたことない名前でしょ、最近ちょっと耳にしてきましたけれども、そうですか、3月28日にね、はい、亀四十八滝の入り口のところで、はい、ビジターセンターのところですけどね、はい、ここにオープンするのがこの博物館ですね、はい、この記念行事がまあうん、まあ28日29日、それから4月のね、はい、
9日の、うんうん、東京オリンピックの聖火リレー、はい、この辺も含めて、はい、2週間いろんなイベントがあるんですけども、そうですよ、ね、こちらの方はまだ、はい、ちょっと状況をね見て、判断をしようということで、3月のね10日前後までちょっとその様子をね、うん、見てみようということで決定はしてませんけども、今はもうやる予定でおるわけです。まあ、昨日の政府の、ね、発表で、うん、まあ、その中で、まあ、1、2週間をめどということですのでね、この2週間がちょっと鍵みたいですよ ね、 そうですね。それからそれの状況を見て動向を見て、うん、まあ、判断ということで、はい、3月10日ぐらいにっていうようなことを、うん、名張市のね、うん、担当の観光交流室や、はい、から赤目四十八滝渓谷保証会、うん、こちらの方もそういった形での決定をするようでございます。わかりました。まあ、これからね状況を見て収まるかもしれないし、うん、またこういった状況がまだ、うん、延長しながらという状況が続くかもわからないので、うん、まあ、ちょっと、はい、後ほど協議されるということですので、そうですね、皆さんもね新しい情報に注意していただければと思います。はい、そうですね、はい、先ほどちょっと触れましたその4月9日、はい、木曜日のね、はい、東京2020オリンピック聖火リレーですね、はい、こちらの方が、うん、まあ、その赤目のオープニングイベントの中にも含んでいるんですけども、はい、もう目玉と言ってもいいぐらいに皆さん楽しみにされてる方も多いと思うんですが、そうですね、はい、これはね、やはり、国の、うん、大きな、事業ですし、はい、県の方からのねやっぱり指示で、実行委員会も各自治体で作って、運営していこうというところですんで、うん、国県の、まあ、動向っていうのがまだこれに関してはちょっとまだ1ヶ月以上ありますんで ね、 そうですね、出てませんので、ね、はい、こちらの方はもう先ほどの赤目のオープニングですね、はい、博物館のこれと同じように、うん、ちょっと、まあ、その指示待ちみたいなところありますね。このもし、まあ、今のところだと、うん、まあ、ある状況だとは思うんですけれども、うん、このオリンピックの聖火リレーはこう目の前で見られるというわけですよね。そうですね、うん、今回はスタートが赤目四十八滝の不動滝からっていうことで、はい、赤目のキャンプ場までね、うんうん、リレーして、まあ、市民の方それから穴場に関係ある方中心でリレーをしていくわけですけども、うん、まあその中で、いろんなね方に応援をしていただきたいということで、はい、うんうん、その要請ももうすでにさせていただいてるというところの名張の実行委員会のね、はい、中ではそういうことで私もいいんで行かせていただいてますんだけども、そんなんがもう進んでおりますんでね。あ、それから亀井四十八滝のキャンプ場ですね、こちらの方ではその到着の後の、はい、イベント、そうなんですか、お餅つきとかね、はい、まあ、いろんなものが用意をしてあるんですけども、しているんですけども、はい、これそのものがね、どうなるかちょっと心配ですね。ぜひねやっていただきたいですし、うん、このオリンピック東京で決まった時からね、うん、もう本当にワクワクしたこの2020年ですから、そうですね、まあ、ぜひともこの4月9日はこの聖火リレーをね、はい、見たいなとは思いますね。そうですね、はい、ね、あんまり話ないですね。あ桜祭り、はい、ね、これは綺麗に咲くでしょう、うん、はい、ね、そうですね、まずね、うん、3月末ぐらいに名張の西口、駅前のね、はい、西口の桜が咲きます、うん、これね、観光協会の女性部会でバリメッコっていうグループあるんですけど、はい、どうですか、イルミネーションやりましたね。そうです、もう皆さんパワフルですよね、うん、で、あの彼女たちが、今度は桜ライトアップ紹介グループ、また面白い企画を話なんですよ。これはもう、どうっちゅうようなイベントも、うん、ないですし、綺麗にね、
見せて、ラクダ、その桜の綺麗なところを来ていただくお客さんに見ていただくというね、いいですね、おもてなしのね、気持ちの玄関口というような感じで、これは関係なしにね、ウイルス関係なしにやります。そうですね、はい、2月までずっと行われてました、はい、イルミネーションもね、はい、本当に綺麗で、うん、まあ、夜私も帰る時に、はい、まあ、ちらっと見たらちょっとね、なんか心温まるような光で、またこうやって名張に帰ってこられる方がちょっと迎えてきてもらってるような感じで、うん、多分嬉しい気持ちに多分なった方も多いかと思う、はい、ちょっと1年目でしたんでね、ちょっと技術的なもんは不足してたかわからへんし、いえいえ、だからまあこれは来年また、うん、パワーアップしてくれるのかな、楽しみです。そのつなぎとしてね、はい、ライトアップをね、まずやってみようということですね。いいですね、まあ、桜はもちろんこの晴れてる日の青空の下で見るのもいいんですけれども、うんうん、ね、夜桜としてこうライトアップされた桜またなんかいいんですよね。ちょっといろいろまたね、はい、綺麗に見せる方法を勉強しますんでね、はい、なかなか光というのはね、うん、難しいですからね、それも楽しみにしたいですね、だからその頃になりますと、はい、うん、まあ、少林寺以降の、ね、桜が非常にもう綺麗なここ数年ですね、はい、の間に一番綺麗なその桜の木の寿命の中でね、そんな時期に入っとるんですよね、はい、これはもう本当におすすめになってきてますので、それから何と言いましても中央公園の桜祭りですね、はい、まあ、前の公園内の道路を、うん、まあ、交通規制もして、見ていただくという形にするんですけども、うんうん、こちらの方の桜祭りがね、はい、4月4日土曜日を予定をしてるんですけども、はい、これが月曜日に、桜祭りの実行協議会の方が臨時総会を開いて、はい、でこのウイルスの、はい、感染防止いいということの中でどうしようかなっていう、なるほど、次の月曜日ですか、3月2日ですかね、そうですね、3月2日ですね、はい、この日に、まあ、方向を決定しようということでね、あ、そうですか、まあ、イベントそのものが仮になくなってもね、桜は生きてますからね、だからぜひとも足は運んでいただいてね、お楽しみいただけるというふうに思いますが、そうですね、まだ決定はしてないので何とも言えませんけどね、桜を強くする運動とかもされてますもんね、そうですね、これもね、冬の間に本当にご苦労ですね、はい、協議会の皆さん、特に若手の皆さんで頑張っていただいてますんでね、はい、なんか桜の花びらがちょっと、強くなって大きくなってきたという話も聞きまして、そうですね、やっぱりそういった、まあ、肥料まきとかをちゃんとしてますと、そうやって大きくなって強くなってまた綺麗な花を咲かせてくれると ね、今年も期待したいなと思いますので、まあ、万が一お祭りがなくたとしても見に行くことはできますので ね、ぜひぜひこの綺麗な桜を見てね、はい、心を癒していただけたらと思いますね、はい、こういった、まあ、中止あるいは、まあ、縮小、はい、そんな情報をね、観光協会のホームページの方で、はい、これから、まあ、アップさせていただこうかなと、ね、お知らせ欄トップページからね、はい、お知らせ欄で見ていただけるように、はい、いたしますんで、まあ、ご注意ご注目していただいておったらありがたいです。そうですね、もし行こうとね思っていらっしゃる方、まあ、この番組のこのコーナーの中でも、うん、今までこうイベントを伝えてきましたので、はい、これに行こうかなと思ってらっしゃった方、うん、まあ、今状況がわからない方もいらっしゃると思いますので、うん、あるかないかっていうのをそのホームページで載せられるということですの で、はい、 そうですね、そちらの方もぜひね、はい、チェックしてみてください。ご注目を、はい、していてください、はい、ありがとうございます、ね、そんな中でも、はい、赤目の自然、うん、歴史博物館、はい、オープニングセレモニー、はい、それからオープニングイベント、うん、この辺はね、特に中止というようなところの部分がね、うんうん、全部が中止になるところっていうのはまずないと思いますので、はい、もちろん博物館オープンしますんでね、うんうん、この辺の見ていただくこともございますし、それからこれは、毎年の行事で滝
参り、みそぎと、はい、日渡り行ですね、この辺のとこも、ご用意しているご準備を、まあ、始めていただいているということでございますし、はい、まあ、室内でね、ちょっとした、まあ、パネルディスカッションのようなことやられたり、はい、記念シンポジウムですね、そんなもございますんでね、本当いろんなイベントで、ね、いろんなものがこの2週間に詰まってます。はい、てか全てが全て最悪の時に全てが全てなくなるってこんなことはないと思います。まあね、用意しておかないとね、オープンもありますので、ですね、楽しみ皆さん待っていらっしゃると思いますので ね、 ね、はい、はい、では最後にですね、聞いてる方にメッセージ頂戴できますか。何かこう元気になるような、あ、元気になるような、ですね、そうですね、乾杯もせえへんしイベントは全部中止しますし、ね、元気ないようですけども、まあ、春はやってきます。はい、ね、ぜひとも、まあ、穴張りの春を精一杯目一杯楽しんでいただけるような、あ、形で私どもも情報発信していきますんでね、はい、ご注目をいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、今中止の、お知らせいろいろさせていただきましたけれども、まあ、今年もたくさん、名張市観光協会でいろんなイベントを考えてらっしゃいますもんね。そうですね、大きなね、はい、花火まで向こう行きましたからね、秋になってしまいましたからね、はい、夏のことの心配もねしていかんとあかんので、これ、はい、大きく中止とかで出たらね、延期が夏とかいうようなことになってから、あ、そうか、これも大変やし、オリンピックもあるしね、まあいろいろ考えましょう、はい、これからです、これからです、まあ、本当にこのね、コロナが落ち着いて、また楽しいイベントをね、これからもたくさん催していただけたらと思いますので、はい、期待していますので、よろしくお願いいたします、はい、改めて直近ですね、3月1日の毎月1日は、名刺で乾杯の日というのは、今回は中止ということです。で、松明の聴診行事3月12日に行われる分も、中止となっています。これ一般参加の部分だけですからね、はい、行事はありますんでね、参加の取りやめということですので、はい、お気をつけください。それは勘違いしないでくださいね。その他ですね、イベントの中止などは、観光協会さんのホームページにも載せられるということですので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。はい、今日は一般社団法人名張市観光協会の専務理事でいらっしゃいます福井さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。